始まるよ。最後の一本か。疾風先行、真昼の大決闘です。逃げられたかな、メイズたちは。じゃないとおとり役を買って出た甲斐がないもんね。まったく、逃げ回るだけなんて私の性に合わないのにさ。よく言うぜ、こんだけやっといて。あんたこそ。さて、早いとこメイズたちと合流しようぜ。ああ、逃げを打った方が悪いけど、そいつはごめんだよ。うん、おい、サウリュウド、あいつが狙ってるのはこの私だからね。うん、なんなんだ一体。やっぱりこういう再会しかないのか、私たちは。あ、久しぶりね、疾風のソリュード。こ
この10年来その名で呼ばれたことはなかったよ。あの日以来だ。まだ覚えているのね、あの日のこと。本当は忘れたいんだけど、あんたのおかげさ。このメデューサ、その呼び名も忘れていないのね。泣く子も黙って殺す冷血の戦士、天候のメデューサ。それが今じゃジャイナの雇われもんかい。落ちたね。ジャイナなんて関係ない。昔馴染みのあんたをやれるのは私しかいない。それだけのことよ。そうかい。ほらさ、覚えているんじゃなかったの、あの日のこと。教えたでしょ、最後の一本は残しておけ、生き延びたければって。あの日私はこうも言ったわよね。次に会った時私はあなたを必ず殺すと。全くあなたにはがっかりしたわ。もっと楽しませてくれると思ってたのに。私より強くなるんじゃなかった。だから私はこんなに強くなったのに。弱いあなたに興味はないわ、ソリュード。さよなら。次は逃がさないよ、ソリュード。夢か。どうした？おお、気がついたか。ちょっとこれ一体何なのよ。何って、怪我人なんだから包帯くらい巻かなきゃな。これが怪我人の姿か。助けられて文句言うな。明日になったらさっさとメイズたちと合流だ。もう面倒をかけるなよ。ダメだ、このままじゃ。ん？訳ありってことか。メデューサは仇なんだ。仇？仇ね。誰の仇だか知らねえが、昔の話だろ。仇討ちだなんてお前の柄じゃねえぞ。昔の話か。